東龍子は日本の女優である。本名は出生名は今でリュコ、俳優の安部久素男と結婚して伊藤龍子となる。1917年1月10日、東京府南葛飾郡、東町に今でリュコとして生まれる。1931年、満14歳の時に東京、巣鴨の可愛映画制作者に入社する。同年、夜明けに出演し、 映画界にデビューした。最初の主演作は1933年のマラソン霊場であった。同年、河合と配給提携を行っている市川桃之助プロダクションが制作した市川桃之助主演映画に散策出演。開会文楽家の曲では桃之助の相手役を務めた。同年、河合が大都映画に改組され、東は 温州編火災を最後に大都映画所属となる。大都映画での第一作は、根岸東一郎監督の真夏の夜の夢であった。1938年に、安倍9、巣男が妻の木下双葉と死別、その後、東は安倍と結婚した。1942年、第二次世界大戦回戦による戦時統合で、大都映画が,が、 他の2社と合併して大日本映画制作を設立。東は大英京都撮影所の所属となる。11年の間に、可愛い映画、大都映画合わせて215作に出演した。戦後は、1951年、宝プロダクションが制作した、県南女南女心伝心の巻、県南女南健康流星の巻に、夫の安倍と共に出演している。1955年からは、 東映京都撮影所作品に多く出演した。1965年11月2日、夫の安倍と死別した。1998年のドラマ、大岡越前第15部を最後に女優業を引退。長らく消息が知られなかったが、唐沢俊一のブログによると、活動弁士、坂本頼光が東の出演する無声映画の上映会において、 作品解説のために彼女の消息を東映に問い合わせたところ、すでに個人であり、2004年頃に亡くなったことが分かったという、ありがとうございます。